オープン戦の順位がいいからっていいわけじゃないですもんね。来年はキャンプ終わるぐらいに来たらいいんじゃない、外国人向こうでキャンプやってこいっつって自分でやってこいって言ってそうだよね、うん、ギリギリ、それめちゃくちゃいい作戦じゃないですか。手の内を明かさないでね、うんうん、ドミニカがどっかでやっといてもらって、ほんでもう開幕ギリギリに名古屋入ってきてもらって、うん、おいこんな選手いたかっていう、ね、とりあえずワンカードやってみて、うん、それむちゃくちゃいいですね。いやだって過去にその阪神でもあのゴメスなんてな、ギリギリ来て2軍の試合ちょろっと出てガンガン打点を取ったもんね。キャンプやらないやつの方がいいかもしれないです。日本のキャンプしんどいから確かにね、すごい意見が出てきた外国人はキャンプやらない方がいいって真面目なやつはあんま良くないですよ。あ、真面目にキャンプそうか、そのグーッとなっちゃうからね。